伊藤純一は、日本の書家、芸術家。三重県紀北町出身、松阪市在住。同市にアトリエを置く。台湾、国立呼吸博物院国際生会員。日本デザイン書道作家協会会員。三重県文化新人賞。東国宮文化法賞。第20回デザイン書道大賞優秀賞。アンドジャパンプロダクション所属。 1986年、三重県北室郡三山町生まれ、松坂市立松尾小学校、松坂市立西中学校、梅村学園三重高等学校、工学館大学社会福祉学部卒業。大学在学中の2007年、一人の書家との出会いをきっかけに、筆と墨を使った表現活動を開始し書の道を志す。最初は、 地元の駅周辺の路上に座り活動をしていたが、地道な活動が注目を集め、やがて、ショッピングセンターや、百貨店でのイベント出演を行うようになる。2013年からは、その活動の舞台を海外にも広げ、フランス、イタリア、スイス、台湾など、世界主要都市にも実績があり、台湾では、世界三大博物館の一つ、国立呼吸博物院により、 日本人で初めて国際性会員として認定される。2015年開催のイタリアミラの国際、博覧会へも参加。この年に地震発となる著書、路上から世界へを出版し、ダイヤモンドオンラインでも取り上げられる。2016年には安倍晋三夫人の安倍昭恵からのオファーで、主要国首脳会議配偶者プログラムにて、ディナー会場の演出も手掛ける。 会場を飾った、和、和、漢の文字は、世界の要人たちからの高い評価を得た。現在、その作品は、安倍昭恵のもとにある。ダンスアーティスト兼ト森のプロデュースで開催された、伊勢島ダンスサミットを記録した PV の撮影にも、協力。2017年鈴鹿サーキットで開催される2017、FIAF1 世界選手権日本 GP の、テーマロゴ、ザイチアンドオンリー。 ロゴデザインを担当。2018年にマーク・パンサーが所属するアンド・ジャパン・プロダクションと契約。ギャラリーオーナーや美術評論家たちが審査に加わり、NY で開催されたコンテストに合格したことで、さらに世界が注目を集めるアーティストととしての仲間入りを果たした。日本文化の探求、和の心の探求の一つとして、神社仏閣への奉納も行っており、 日本の始まりの地と言われ、初代天皇、神武天皇を祀る柏原神宮へも、作品を奉納し、神武天皇祭の演出を手掛ける。高松の宮賞、秩父の宮賞に並ぶ日本遺産大宮賞の一つで、民間最高の宝章と言われる、東国の宮文化宝章を受賞。安倍昭恵との付き合いから、総理大臣主催、桜を見る会にも招待される。三重県五国神社。 和歌山県五国神社、柏原神宮、東予山四天王寺、松坂神社、三栗屋神社、八雲神社、安国神社、名切神社、頭の宮主法神社、浄土宗、聖斗寺、路上から世界へ2015年、リーブル出版、伊藤純一公式サイト公式ツイッター、公式フェイスブック著書、路上から世界へ2015、 リーブル出版 http コロンスラッシュスラッシュ topic-station.com スラッシュアーカイブススラッシュ1491ダイヤモンドオンライン対談記事中京テレビキャッチありがとうございます